ネオジオシリーズを通じてゲーム業界に新風を吹き込んだ SNK 先駆的なシステムを元にアーケードとコンシューマーを巻き込んだその伝説は本当に幕を閉じてしまったのだろうか。皆さんね、ゲーム関係の業界にいらっしゃるということで、現地と出会いってちょっとね、お伺いしたいと思うんですけども、入場前なんですけど、カラーを使った、ありましたね、怒りあたりから、先輩っていう存在を知ったって感じですかね、これがすっごい偶然なんですよ。全然違う業界で、それアパレルの業界に、はいはいはい、で、そこを辞めた時に最初に面接にキャラクターデザイナー募集っていうのがあって、で、行ったところが SNK だと絵描いてたんですね。そうそうそう、で、やろうかなと思って、なんだかわかんないけど行っちゃえみたいな、で、行ったんやけど、でそこの時点では俺不採用って。なんで SNK 選んだの最初？いや、方に何か悪意をさせそうなの。ほんとそれだけ。で、次受けたとこがアイレムだったの、はい、で、アイレムが OK だった。で、その時は SNK だから知ってたんだけど、落とされたのか。落とされたのか。じゃあアイレム入って見てたっていうのはどうですか？いや、全くないですね。全くないですか？だから基本的にはあんまゲーム好きじゃなかったからでもね、里見発見だよって日本で SNK のそうですね、里見読んでるでしょ。そうですね、どっちかってあれやったやったやったあれやった。ニュースになったのが多分ネオジオが登場するという時に、まあ一躍ね SNK がこう他の方は違うことをやりだしたみたいなところだったと思うんですけれども、印象で受けました。家庭で家庭で買った時って何万円ぐらいですか？5万円だよ、その時。ソフトが高い、でもその時ってさ結局ファミコン時代のもう絶頂期じゃん、でもうちのコンクとしてアーケードはアーケードはもっと高いじゃない、普通でアーケードで結構高いからなとか、だからそれよりは安いでしょっていう、同じものなんだから、まあ実際有効性があるっていうね、システムを作ってたから、結局それを買ってまあねやってたっていう、やっぱりそのお金を出す価値という価値はあった。本体にしても5万円じゃない？したらだって500回やるボタン取れるんですよ。500回やりますで、さっきしたら開けるかね。そうそうそう、それは格好がいいって、並ばなくていいし。すぐに導入されました？そうですね、最初来たのがその、6スロットって言うんですか、6スロット、はい、宗教体の MVS、で最初ソフト少なくて4つしか動かなくて6
スロットなのにオンをしてくれみたいな。しかもなんかソフトがかなり、うん、あのレアなレアマージャンとかマージャンとかなんか最初にしてはちょっと渋いセレクトゲームで、うんね、アムとかアムあの辺があって、うんうん、最初のその印象はそこまですごいっていうのはなかったんですけど、うんうん、まあでもその一つの筐体で4つゲームができるっていうのは、うんうん、なんかすごいかなっていうのはありましたけどね、うんまあ、ネオジオってことになってくると、まあその中で対抗してくるというか、まあ、時代的にもそうだったんですけど、まあ、格闘ゲーム、まあ、これがちょうど時代とマッチして、まあ、SNK のネオジオも、うん、格闘ゲームをこのバンバン生み出してくるね、まあ、一つの母体となったわけですけれども、 SNK にとって格闘ってのは何だったんでしょうね。やっぱりブームっていうのもあるけども、うんうん、当時やっぱりカプコンがね、うん、スト2でバーンと来て、はい、でそっから格闘ゲームが出て、うんうん、その頃ですよね、対戦とかで出したんです、うんうん、そういう時代っていうのもあったし、うんね、元カプコンの人間がとか誰アイテムの元人間がっていうのを作り出したら、うんうんうん、結局やっぱりそういうものに上がってくるし、うんうんうん、やっぱ時代にはマッチしてましたよね。うんうん、江藤さんなんてのは当然格闘ゲームはね、まあ、ライティングの仕事やってる中では、はい、結構中心でねやったりした部分だったりするんだけど、その時のその SNK のゲームの格闘っていうのはどういう印象で、キャラが立ってる、キャラが立ってる、かっこいい、かっこいい、結婚したい、結婚したい、本当にそこまでいきますか。うん、うん、そのぐらいに興味ありますね、キャラクターにね、うん、すごかった。魅力はどっちの技にしても、うんうんうん、勝ちポーズとかね、全部、はいはいはい、そうボイスとかも、うん、まあ、そういうのにすごい当てられた感じ。うん、カプコンはどちらかというとゲーム性の方に重きを置いてたっていうのがあって、うん、で SNK の方は、まあ、そこは多分カプコンにはかなわねえなみたいなのが非常にあって多分あえて違う方向に行ったと思うんですよ、うん、で、まあ、そういったキャラクターを動かさせたり、うん、そのカチポーズとか、うん、そういう動きに関しては、うん、やっぱり多少でも、うん、一世を出してたってなって、うん、まあ、同じ土俵では戦ってなかったかなっていうのがやっぱり、うん、格闘でも、うん、そうですね、特によくね、あの SNK さんの勝ちの方の有名な話でね、あの今更道義じゃないだろうっていうね、うん、そういうのってセリフが当初あったじゃないですか。やっぱりもう格闘ゲームってなんか格闘家が出てきて汗臭い道義を着てっていうのをやっぱり一番最初のでね、そのジーパンに何あのそうそうヘッドで帽子かぶってっていうのはやっぱり、うん、もうそこがなんか全てをこう象徴してんのかな。そうなってくるとあの SNK さんの位置づけっていうのも結構ものすごく見やすくなってたじゃないですか。その時にまあ当然アーケードゲームっていうとセガさんがいたりナムコさんがいたりっていう中の SNK さんっていうとどんな感じで見てますか。そういうのがやっぱりこう競り合い出したって言ったら多分ね94年ぐらいかな、うん、キングオブファイターズと同じ、うんうんはい、いい年だったから、だからそこ入った当時あキングの94と、うん、で同時期に、うん新侍が出た、はい、でその時に、その年の英雄賞かな、うん、英雄賞の時にバーチャファイターを隣のブースで確かね、うん、やってた、うん、向こうはやっぱり 3D、うん、こっちは 2D なの、うん、でどんな感じがあるの、しかもねブース隣だったの、うん、隣り合わせだったの、うん、そしたらねもうユーザー取り合いかなとかってもしかしたら負けっかもとか、うん、で開発者なんかもう結構冷やせもんで、うんうん、どうしようとかって、うん、いざ人が走り出した時に、うん、侍の方に行った、うん、であの時はすごいなんか勝った気分になったけどな、ちょうどあの時本当絶頂期ですね。そういう意味だね。実際ロケでもそんな感じだったりするんですかね。そうですね。その94年の頃は、うん、まだ 3D 格闘の絵はもう全然認知されてなくて、うん、本当一部 の, そのマニアというか、うんうん、新しいもの文化になるとかなんですけどあの辺ぐらいしか本当やれなくて、うん、やっぱり王道
か、うん、KOF とかがどんどん出てきて、うん、もう入る位置がないんじゃないか、うん、やっぱりそのプレーをしてる、ね、状況とかでもあの頃 その94年前後ってまだまだその 2D ってそのテクニックを競い合ってるっていうのが強かったじゃないですか、うん、あのや連続技がどうだのこうだのっていうので、はいはい、だからあんまりもう 3D とかって眼中になくて、うん、やっぱりなんかどれだけ 2D を極めるかみたいな、うん、プレイヤーの感覚からしてもそんな感じだったりするんですかね。 3D の、うん、そのゲームセオリーっていうのが全然浸透してないじゃないですか、うんうん、でも 2D っていうのはもう一つ脈々とね、うん、飛び込んで、うんうん、飛び込んでパンチ飛び込んで飛び込んであるから分かりやすいのもあったし、うんうん、ネオジオのタイトルじゃあなんか印象94年から、うん、今までずっと出してて、うん、全部ヒットしてるわけだと思う、うん、間違いなく、うん、ちょっと値段はどんどん上がってくるんですけどあの、うん、間違いなく KOF は、うん、2000年まで、うん、確実にヒットしてますね、私あのお仕事とかでもね、うん、KOF 結構やってるんで KOF の人だと思われてる、うんですけど、実は、うん、そう、うん、一番好きなのは画廊なんですよ。シリーズ初代もう全部あ全部、うん、3も初代はアンディ大好きで、うん、で2が今度キムが大好きで、初代アンディ大好きって肘だけでこれやってるからさ、違う、うん、違うの、エレガントな人が好きなの、おアンディ好き でキムが今度大好きで、うん、そうでガロスリーになったら今度あのラスボスでチョンレイって出てくるじゃないですか、うん、うん、そうチョンレイ大好きで、うんうん、やばいってぐらい毎日が過ぎて、もうリアルバウト人生狂うぐらい狂った狂ったね、あれは本当に、うん、審査前で源十郎が好きですけど、うん、かっこよくてかっこいいっす、うんうん、あれはかっこいいね、だからゲーム知らない人間が見るとあかっこいいなっていう、うんうん、だってさ鼻が飛ぶんだよ、うん飛びましたね、飛びますね、イノシカローとかって、時代とともにね、まあ90年後半そして、まあ、2000年ともなってると、まあなかなかねどのかもきつくなってきて、まあその例に漏れずね SNK も結構厳しい状況になると、まあでもそれまでねずっといろんな展開で頑張ってこられて、うん、うん、やっぱり失速していく感とか、うん、その辺っていうのはやっぱり感じてらっしゃった部分っていうのはあるんですかね。何にしてもてっぺんはあるから、うん、ね、うん、だから あてっぺん来てるなっていうのはやっぱ感じ取れてるよね、うん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 、じゃああとどうなるかっつったらどこで平常心を保つかっていうね、うんうん、保てなかったんだろうね、うん、ゲームセンターとかそのピークとその限りが見えてきてっていう状況っていうのは、そうそう 3D の格好がやっぱ台頭してきてからかな、うん、なんかバーチャ通貨ちょっと何か変わってきてるんじゃないかというのは、うん、ハードのところでやっぱり 3D ができないとダメみたいな当時風潮がやっぱあって、うんはい、カプコンも SNK さんもどっちもなんか 3D の方に足を向けていったみたいなところなんで、うんうんうん、割と象徴的っていうかね、分かりやすいと思うんですね、あれがね、3D って連打しててもパンチしかできないじゃない、うんうん、だけど 3D って何かは出るのよ、うんうん、そうするとやっぱりそのいわゆるゲーマーっていう人じゃなくて一般の人、うんうんうん、とかもゲームやるじゃないですか、そうすると 3D の方が面白いっていうことになるじゃないですか、やっぱりこうね客層の違いやインカムの違いに見たりとか、うんうん、やってる人しかやらないって感じになっちゃうね、うんうん、そのね特にその頃になるともう対戦格闘ゲームもその上手い人、うん、まあ下手な人って言うんだけれどもその初心者であまりにも差がつきすぎて、うんそうですねうん、対戦格闘ゲーム自体に閉塞感を感じてたっていう部分は非常にもう如実に現れてたと思うんだよね、うんまあ、そういう中で、その突破口が、うん、要は 3D での仕切り直しそうですね、うん、3D で新しいルール新しいお客さんで見た目新しさ、うん、みたいなね高いところから見ると、うん、ビデオゲームっていうよりはゲームセンターに今行けば分かると思うけど、うん、やっぱりプリクラなんだろうな、うんうん
ね、だからそういうのが要はビデオゲームに対しての要は遠藤さんみたいなさ、うん、もう何やばいよっていうやつをどんだけ育てることを一生懸命やってるメーカーってある？プリクラとかそう家庭っていうのはやっぱりそっちのコアには絶対なんないよね、うんうんうん、だからそっちばっかりに行っちゃったから結局今こんな感じになってる、うんうん、だからライトユーザーって結局コアじゃないの、うん、コアはやっぱり支えるべき、うん、僕は支えるべき、うん、ね、お客さんだから、うん、それをきっちり支えてるやり方ってあるかな、うん、確かにだから80年代後あ90年代後っていうと、うん、今おっしゃるみたいな音楽ゲームとプリクラ、うん、これやっぱりゲームの中を席巻してたってありますからね、ありましたね、うん、でそれでなおかつビデオの中では 3D が出てきいのっていう、うん、部分の今いろんなね外的要因もあったと思うんですけど、うん、内的要因っていうのはなかったんですかね。内的要因、うん、例えば SNK 自体に問題なかったのか。通りにこだわった、うん、じゃあ次の勉強したかって言ったら、うん、システムとかこのようなところと、うん、でもねやっぱりその一生懸命その今の、うん、そのファンと新しいその予備軍っていうのかな、うん、だからそういう人たちを育てるのに一生懸命で、うん、っていうところがあったから、うん、予想が見えなかったじゃないか、うん、で無理して 3D をやらなくてもよかったね、うん、いいと思うんですよね、うんうん、ちょっと萎えたねあれ見た時はポリガロポリソと言われるやつですそうそうそう、うん、3D だから要はリアルじゃないですか、うん、そのリアルは結局体術じゃないとダメなの、うん、格闘のやり方がリアリズム、うん、もう火が出るだろう何なのっていうファンタジックに行くんじゃなくて、だからもう体実で要はリアルを追求する、うん、2D の場合は要はねもっと火を出すだろう、うん、ありえへん技出すだろうっていうね、そういうのがあるからこそ 2D であって、うん、ね、そのキャラクター性を出すって言ってもやっぱり 2D じゃないとあったかみがない、俺らよく言ってたのキャラクターにフェロモンが出てないそういう言い方してたんだけど、うん、SNK のゲームのスタイルっていうのは多分どのメーカーもね、うん、それに代わってやってくれてるわけじゃないっていうのはあると思うんですよね、まあ、キングしかり、まあ、いろいろとその韓国の方で、まあ、作られてたりとか、まあ、これからね出てくるみたいな可能性っていうのはね結構あったりはするんですけど、まあ、向こうのね実際プレイヤーとかも見に行きましたけど、うん、なんかアプローチがやっぱ全然違って、うん、彼らはいろんなキャラをいっぱい使って、うんうん、それで全てのキャラを使いこなせる、うん、日本は一つのキャラを徹底的にやるみたいな、うん、ここにちょっと文化の違いというか、うん、アプローチの違いを感じて、彼らは本当じっくり後ろで研究して研究して、うん、それでやるみたいな、うん、意気込みみたいなのが全然違って、うんね、世界的に見てもやっぱりファンが多いっていう部分がね非常にあって、ほんと 2D3D 問わずね、SNK の、 流れっていうのは本当に決しちゃならないとも思いますし、やっぱり SNK がね積み上げてきたことってやっぱりすごい大きな部分あると思うんですよ。もう90年代を代表していいあのメーカーやムーブメントの一つだったんでね、やっぱりその辺のところ、まあ、何が受けてて何が成功の要因だったのかで、今やっぱりユーザーが何を期待してるのかって非常に分かりやすく言うんだと思うんですよね、まあ、そういうようなところ何でもいいんでね、やっぱりそれはキャラクター性でもいいし、やっぱりそれがね、グラフィカルなそのかっこよさみたいな部分の追求でもいいし、やっぱそういうようなところ、うん、やっぱりユーザー待ち望んでると思うんでね、これからもね、その血を受け継ぐ方々は、うん、その辺をね一生懸命、うん、これからもこだわり続けてもらいたいかなと思ったりするんですけども、KOF 白画廊に白 SNK 作品がすっごい好きだし、やっぱりゲームの仕事をしてて大半が、うん、SNK の作品だっていうのはあながちこう偶然ではなく縁だと思ってるんですけど、うん、自分が好きなものをやっぱりこう作ってくれる人がいるっていうのは大変ありがたいことだと思うんですよ、うん、でこう一生懸命作ってくれればパワーはやってる方は絶対感じるのね、やっぱり、うん、だから、うん、まあ、海外のねプレイヤーにも日本のプレイヤーにも作ってくれてる人
にも感謝はしてるんですけど、とりあえずもっともっと SMK のもっと SMK の作品を好きになってもらいたいと思うんですよ、うん、で好きっていうことが一番やっぱりパワーの原動力になると思うからね、うん、まあ、理想を言えばネオジオ2みたいなのはできてくると実はいけちゃうんじゃないかっていうのは自分は感じてるんですけどね。まあ今のネオジオのシステムを変えずに、まあ多少スペックある程度のスペックにしていただいて、で方法論は今までと同じような感じでカセットを挿して終わりみたいな、そういった感じの方法論でやっていけばまだまだいけるだと思います。俺らねよく朝毎朝ね朝礼で言わされてたのが社訓があって、遊びを進化させ社会に貢献するっていうのがあったけど、だからどっかでみんなそれやってると思う、だからそれやっぱり俺もやっぱり自分で独立してそうしたいし、仕事もそうしたいし遊びもそうしたいし、だからみんなやっぱそうやってると思う、どっかに持ってると思う、それをやっぱ期待したいなと。そう、伝説は決して幕を下ろしてはいない。熱狂的なまでの格闘ゲーマーたちを生む国、韓国。ここでは今まさに SNK の血統を受け継ぐタイトルが彼らの熱い支持を受けているのだ。海を越えたネオジオの新しい伝説の始まりである。十分だ、行くぞ。ラウンド1、ファイト。